お布団に入る何分前に服用するのが一番いいですか？0分前です。どんなに早くても15分以内にしてください。血中濃度が立ち上がっていくときこそ一番薬が効くときなので、直前に飲んでも眠くないわっていうのであれば、お布団に入る時間自体を15分でいいから遅くして直前に飲むという。複雑性 PTSD と反復性うつ病です。最近主治医が変わり薬もだいぶ変更になりました。体が左右前後に動いたり足がムズムズ腕が突っ張る不眠の症状が出ています。現在服用している薬はパキシル、セレニカ、サイリュー、アーテン、睡眠薬はルネスタ、頓服はソラナックスです。以前はセロクエル、ビペリデンを1年半を内服していました。急に変更になったのでアカシジアが出たのでしょうかと。はい、ありがとうございます。可能性としてはやっぱりアカシジアが出た可能性っていうのはあるのかなとは思うんですけどね。ただ方向性で見たときには変更になったお薬は基本的にはむしろアカシジアは出づらい方向にはいってるんじゃないかなとは思うんですよ。抗コリン作用のあるお薬とか SSRI なんかが追加になったりか、しているというところがあるので、突然変わったということであればこれ若指示屋というふうに名前をつけていいのかどうかは何とも言えないんですけど、その赤指示屋の可能性も含めて急激な変更によって何か症状が出た可能性があるというふうには考えてみてもいいかなというふうに思いますね。ぜひですね、こういうふうなことを症状が出ているので何かお薬を急に変えたせいでしょうかということを主治医の先生にまずは聞いてみられるのが一番いいんじゃないかなという気はしますね。一般的にはドパミンをブロックするタイプのお薬が追加になるとそれが犯人かなとか、抗コリン薬ですね、パーキンソン症状とかを抑えたりアカシジアを抑えてたりするようなお薬が減量になった場合というのに出るという方向かと思うんですけど、むしろ、この方の場合にはドパミンをブロックする作用のお薬がなくなって抗コリン作用をアカシジアを抑えるタイプのお薬は増量になっているので、普通に考えればちょっと理屈に合わないんですけど、ただ急激に変わった時にはいろんなことが起こるのでね、確認しておかれるのがいいと思います。不眠治療でクエチアピン 12.5mg、 トラズドン 25mg、 ローゼレーも 8mg を飲んでいます。医者からはあなたは抑うつ状態だけどうつ病じゃないから不眠の治療をしていくからと言われ、10ヶ月経ち抑うつ状態も良くなり睡眠もそこそこ良くなってきていますが、翌朝の軽い眠気と目のしょぼしょぼ感と違和感が未だにありモヤモヤしています。担当医はこれだけ飲んでいればねと言いますと。なのでどの薬が合っていないのか自分で一種類ずつやめて試してみるというやり方は良くないですか？眼科には行っていますが目には問題ないですと。はい、ありがとうございます。今書かれたそのやり方というのを主治医の先生にきちんと相談されて、そういう一種類ずつやめてみていくというやり方を試してみたいと思うんですけど、それはいいですかと聞かれて、じゃあ減らしていくとしたらどれがいいですかっていうふうに確認してみられるというのが良いのではないかなと正直思いますね。で、ダイレクトに今のその目のしょぼしょぼとかに関係している薬がありますかと言われると、ちょっとなかなか微妙なところなんですけど、まあどれもそんなに厳しい薬ではないんですが、比較的影響がないのはロゼレムでしょうね。あとのクエチアピンとトラゾドンはどちらも多少なりとも影響している可能性はあると思うんですけど、目に出てる症状をこう不随運動というふうに捉えるのであれば、まあ、どちらかといえばクエチアピンの可能性は高いとは思うんですけど、どれをやめるべきかとかそもそもやめていいのかどうかっていうのは主治医との相談で決めるべきことだと思うので、ぜひね、今思われた内容、書かれた内容をそのまま主治医の先生に相談しておかれるのがベストなやり方だと思います。初見雅彦の動画。慢性過換気症候群、薬はワイパックス 2mg、ドグマチール 50mg、ルネッサ 2mg です。症状は自律神経の乱れにより、鼻が腫れていることもあり、息苦しい、体を動かしても息が吸えない、息を吐くのに声が出て力がいる、息を吐くのに何回かに分けてする、音がする、息苦しすぎて一日動けない、話せないなどです。SSRI は合いませんでした。他に薬を教えてください。セロトニン系を強化するタイプだったり、ベンゾジアゼピン系以外で
不安感を抑制してくれるというタイプのものであれば、SSRI に絶対こだわらなくても良いかなという気がしますね。こんな風になってらっしゃる方に僕が一応試してみたらどうですかという風にお話をするのは、 SSRI が無理な方であればミルタタピンですね。セロトニンをちょっと強化しますんで、ミルタタピンが割と使うかなというふうなお薬なのと、あとは症状が改善しないのであればドグマチールに変えて、ひょっとしたらごくごく少量のオランザピンなんかを試すということも提案してみるかもしれないなというふうに思います。つまりちょっと鎮静系に働いて不安を取るというふうなやり方をして、交感神経の緊張状態というか、まあ要するに不安が強い状態ですね、それを緩和できないかなということを、薬ということで言えば、提案するかなという気がしますね。アキネトンとビペリデンって、同じだと思うのですが、正気とゾロ、いや微妙に効き目が違うってことはありますか？アキネトンの方が効いている気がしますが、知り合いはビペリデンの方がいいと言っています。アキネトンとビペリデン同じもののはずです。昔はねちょっと機材が違うっていうことがあったと思うんですけど、今ね僕聞いたところによると製造工場過程もほぼ同じで、それを先発メーカーから出すときだけアキネトンという名前に変えていて、後発メーカーから出すときにビペリデンとかに変えているというふうなことを聞いた気がしますよ。で、これね、薬によって違うんですよ。ジェネリック医薬品でも工場とか製造法自体がちょっと違ってて、機材といってね、薬以外のこうつなぎの成分が違っちゃってるっていうようなジェネリック医薬品もあれば、実を言うと製造工場自体は全部同じで、製造過程も機材もみんな同じで、要は発売元の会社のが違うと名前が違うっていうふうな、そんなタイプのね、ジェネリックも結構あったりとかして、こう、アキネトンとかビペリデンって、ただ同然の薬なんで、そもそもなんていうのか、製造元も全部同じっていう話があったりしますね。私は日中も足がだるいです。特にふくらはぎから足裏までですと、ビシフロールを飲んでいても効果がよくわかりません。ビシフロールを飲むとすぐ眠くなり、ルネスタデイリゴ各2錠アレルギー薬を飲んで爆睡です。夜中3時半ぐらいに目が覚めたりしますが、5時過ぎに起きて6時半に朝散歩しています。疲れても元気に仕事に行っているからいいかなと思います。疲れたら9時に寝ています。あずみ先生アドバイスください。ムズムズの症状とかが問題なのであれば、生徒として少し考えた方がいいかなと思うのは、昼間まで症状が持続しちゃうのであれば、貼り薬系ですよね。そういうことも検討されてみても良いかもしれないなというふうに思いますね。ニュープロパッチとかですね。初見雅彦の動画。SSRI は次回の診察までの分しか処方されていないのですが、もしも個人病院の主治医がコロナに感染して休診になった場合、どういう対応になると思われますか？ SSRI を緊急時のために余分に処方してもらえないのが一般的なのでしょうか？僕は1週間分ぐらい余分があるようにはしています。めちゃくちゃ OD のリスクが高い方を除けばですね。地震とかね、災害とかコロナとかもうそれはあり得るので、1週間分ぐらいは余分にもらえませんかって言われたら僕は出すことが多いですけどね。はい、またご相談にしてみてください。デイリゴ 10mm レンドルミン 0.25×2 ニトラジパン 5×2 ヒルナミン5を服用しています。お布団に入る何分前に服用するのが一番いいですか？0分前です。直前に飲むのがベストだと思います。どんなに早くても15分以内にしてください。血中濃度が立ち上がっていくときこそ一番薬が効くときなので、あまりいたずらに早い時間に飲んで眠気が来るのを待つというやり方というのは非常にリスクが高く、なおかつ効果が低い方法ですから、お布団に入る直前が良いと思います。直前に飲む。むしろ直前に飲んでも眠くないわっていうのであれば、お布団に入る時間自体を15分でいいから遅くして直前に飲むというやり方の方が良いと思います。心因性の慢性疼痛に効果ある薬ってあるんですか？抗うつ薬とかがね、割と使われますよね。サインバルタとかね。ただ、整形の先生にはサインバルタをですね、抗うつ薬と知らず、痛み止めやと思って使ってらっしゃる方が時々おられたりとかするので、これは製薬会社さんが責任を持って、これは抗うつ薬です、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 と書いてほしいかなというふうに思います。エパスをやめたいのですが、
セルシンとメイラックスどちらがいいと思われますか？どちらでもいいんだったらセルシンの方が歴史が長いので僕はいいかなと思います。あと定力化型なので、定力化っていうのは書いてある数字が大きいってことなんですけどね。作用時間が長いという意味で言えば、基本的に作用時間の短いものから作用時間の長いものに置き換えるというのが基本的な考え方なんで、そういう意味で言えばセルシンもメイラックスも作用時間は十分に長いのでどちらでもいいという考え方があるんですけど、その2つの中で比べればセルシンとメイラックスだったらセルシンの方が力化なのですね、範囲量あたり 1mg あたりのパワーが弱くできてるんですよ。で、 1mg あたりのパワーが弱い低力化型のお薬の方がやめるときに楽だという考え方があるので、置き換えられるんだったらセルシンに置き換えた方が良いと思います。ただデパスからセルシンとメイラックスだったらメイラックスの方が飲み口としてはデパスに近い可能性があるので、一旦メイラックスを踏んでセルシンに変えていくというのも一つのやり方かなというふうに思いますね。